ちなみに僕はあの人生であの家宅捜索、捜索差し押さえ令状で家のものを持ってかれるっていうのが4回ぐらいあるんですけど、で、あの、なんか実家に住んだ時にその実家のうちの姉のパソコンが持ってかれて、警察に姉が文句言いに行くとか、あとあの僕の彼女のパソコンが持ってかれて、うちの彼女があの警察に文句をいくみたいな、そんな感じで、あの、捜索差し押さえが何度も受けてるので、あの、同居してる人が迷惑かかるよねっていうのは割と、あの、わかってるんで、ちなみに、あの、僕の中で一番面白かったのが、差し押さえされたのが、あの、まあ、 そのメモリーカードを差し押さえするとかあるじゃないですかデータが入るかもしれないからでその中にあのプレステ2のメモリーカードっていうのを差し押されたらのなんですよ <laughs> まあプレステ2のメモリーカードのも確かにそのメモリーカードなので何やらかしらのデータが保存される可能性はあるんですけどそのプレステ2のメモリーカードを差し押さえてどうするのってそれデータ読み出して見るのみたいなのがあってなんかまあ多分何も考えてないんだろうなと思ったんですけどまあそんな感じなのであの創作差し押さえ令状が出た場合は、ね、いろいろ面倒くさいので気をつけてください